はいどうもルクスです。今回はマリオカート8デラックスコース追加パスにウーフーアイランド 1,2 が来るか来ないかについて話していこうと思います。なお肯定的にリーク情報を取り扱っていくため、そのようなものを見たくない人は今すぐ動画を閉じてください。では行きましょう。まずはこちらの画像をご覧ください。はい、これは今現在リーク情報によって明かされているコース一覧になっています。ここに書かれている村人の画像はまだタグのついてないコースになっています。第一弾第二弾でいうところのニンニン道場やアイスビリリングに値します。そしてこの画像をもとに一体シリーズごとにどれくらいのコースがマリオカート8デラックスに収録されているのかを調べてみました。それがこちらです。はい、左からスーファミ、そして一番右に 3DS が書かれています。皆さんこの画像を見て何か思いません？そうです、バランス感めちゃくちゃ悪くないですか。確かに一番左のスーファミが相対的に少なくなってしまうのはしょうがないでしょう。一番古い作品ですので。一方で 3DS はどうでしょうか。なんだか周りに比べて物足りない印象ですよね。よって私は先ほど述べたタグのついていないコースがこれらのバランスの悪さを補完するために加わると考えました。そうするとこうなります。はい、とてもバランス感よく見えませんか。まるで階段のように昔のシリーズから新しいシリーズにかけてリメイクコースが増えていく、非常に理想的な形になっています。では次の話題に進みます。ただいまタグのついてないコース2つを 3DS に追加しました。この2つ一体何が入るのでしょうか。私は結構考えました。ワリオシップ、平方カーニバル。考える中でもう一度これからのロードマップを確認してみました。するとタグのついてないコースほとんどのものが最終コースだったり第6弾に集結してるんですね。以上のことから鳥を飾るコースだと考えられます。第1弾でいうところのココナッツモール、ニンニン道場、そして第2弾でいうところの悪い位置ピンボール、アイスビリリング、また第3で言えばロックロックマウンテン、 3DS レインボーロード、これらに相当するコースが来ると考えられます。ってなるともうあの2つのコースしかありませんよね。そうです、ここでウーフーアイランド 1,2 が追加されるわけです。どうでしょうか。わりかし根拠しっかりしてますよね。言っちゃ悪いんですけど、まさかこのタグのついてないコースが全部ツアーのオリジナルコースなわけないですよね。さすがにそうであったら炎上すると思います。いや別にニンニン道場とかアイスビリディングが嫌いとは言ってませんよ。むしろ大好きです。でもメリーメリーマウンテンを除いてあと5つってなると首をかしげてしまうのが正直な感想です。一方でこんな懸念点もあるんですね。それはウーフーアイランド 1,2 がマリオカートツアーに存在しないということです。マリオカートツアーってマリオカート7のコース全部入っています。ウーフーアイランド 1,2 を除いて。これがね一つ不安材料となっています。でもこの来ない理由っていうのもよくよく考えれば納得できてしまうんですね。すなわちそれはウーフーアイランド 1,2 のコースの容量が大きすぎるということです。皆さんも知ってると思いますが、このコースウーフーアイランドという大きな島を舞台にしてるんですね。つまり1コース遊ぶために巨大な島をダウンロードしなきゃいけないんです。ってなるとこれスマホとめちゃくちゃ相性悪いんですね。やっぱりマリオカートツアーは手軽にマリオカートをするっていうコンセプトで作られたとは思います。なのにそれを遊ぶためにロード時間が20秒30秒も経ってしまったらやる気失せますよね。だからマリオカートツアーにはウーフーアイランド 1,2 が存在しない、そのように私は考えました。だからこそそれらの欠点を補うことができるマリオカート8デラックスでは特に問題なくウーフーアイランド 1,2 を追加することができると思います。だって現にビッグブルーっていうコースあるじゃないですか。あのコースもセクションコースで結構巨大なコースですよね。
建物がたくさんあったり、高低差の激しいコースでもあります。以上のことから、やっぱりマリオカート8デラックスコース追加バスにウーフーアイランド 1,2 は追加される可能性は結構高いと考えられます。それ以外に何か問題ありますかね。考えたくはありませんが、任天堂がウーフーアイランドを削除したい、過去のものにしたいみたいな考えがあったら、来る確率は一気に下がってしまいます。現にスイッチスポーツ出たじゃないですか。あれ、島の舞台がウーフーアイランドではないんですね。はい、全く新しい場所が舞台となっています。その裏に任天堂のウーフーアイランドを過去のものにしたいという思惑があったら、とても残念ですよね。そうではないことを強く願います。以上、今日の私の動画になりました。皆さんはウーフーアイランド 1,2 来ると思いますか？もし何か意見ありましたらコメントお願いします。では今回もご視聴ありがとうございました。ではさようなら。